2020年7月3日金曜日、木村よしこの気になる銘柄です。本日のタイトルは、コロナ第2波広がる株式市場調整期に突入と題しましてお送りいたします。ただいまの時刻は当日の11時17分ですね。ちょっと諸事情ありまして、通常よりも遅めの収録となっております。さて、見ていただいておりますのは日経平均株価の日足ですね。これを見ていただきますと、下値支持線を大きく下回ったのが3月19日でした。16,358 円19銭がありましたね。この時はダイヤモンドプリンセス号で、日本にもコロナの感染者が急激に広がっていく、世界的にも大変な事態だということで、株式市場は大いに値下がりしたわけです。しかし、出来高が非常に多かった。で、また3月と言いますと、この6月、外資決算に向けての重要な月ですよね。メジャー SQ 月です。3月から6月見ていただきますと、6月の SQ に向けて 23,185 円85銭となりました。そして、外資決算が終わって、メジャー SQ が終わって、7月は外資にとりまして、期首ですよね。そこで、様子見して、これから先どっち行こうかなって言ってる時に、第二波騒ぎですよね。なので、これから谷深ければ山高しということを思い出しながら、この報道を見ていきたいと思います。で、どれぐらいの調整になるのかというイメージですけれども、一応ですね、2万2000を割ると調整ということを考えていきたいと思います。で、どれぐらいの調整になるのかということですけども、2万円から2万2000円を見ております。よほどのことがあればね、また水準変わってくると思いますけども、外資の決算と、メジャー SQ の6月上旬の後につけました21,529円83銭からプラスマイナス700円ぐらいを見ておいたら、いいのではないかなと思いますね。まあ、よほどのことがあれば、この水準また変わってくると思いますけど、そうした目処を持っておきたいなと思います。さて、目をですね、転じていただきますと、私が最近買ったのはこんなものなんですよね。真っ黒臭い話で恐縮ですけれども、その老人宅でですね、まあ一人、納骨が終わりまして、親戚がたくさん来ましてですね、またその親戚をお送りして、そしてこの、親族の住んでたお家を片付けてるところなんですけどね、何しろ一軒家は暑いんですよ。なので、よしずもどきを買いました。これプラスチック製ですね。まあこうしたものもね、扱い慣れてないと難しいですね。また一軒家は暑いっていうことで、遮熱、断熱カーテンを買いました。そして虫がものすごく多いんですよね。なので、かゆいので、天然発火油。そしてですね、まあ犬、ペットショップが少ないんですよね。なので、セルフトリミング用のバリカンを買いました。また、家が変わったことによりまして、まあ落ち着かない、そうしたことを踏まえて、マナーオムツを買いましたね。私じゃないですよ。犬ですよ。そして、まあこうしたものを買うとなりますとですね、まあ、私はネットで買いましたけれども、ホームセンターに売ってるものが多いですよね。で、事実、巣ごもり関連としまして、ホームセンターの決算は良かった会社が多いですよね。なので、コロナ第2波、また冬場第3波が来るとなりますと、ホームセンターに着目すると言っても悪くないと思うんですね。また、巣ごもり関連でゲーム、そして注文するときはネット環境を整備したいということでデジタル、まあ、こんなことを考えて銘柄のヒントにしたいなというふうに思います。さて、生活関連銘柄といたしまして、ただいまホームセンターに注目が集まっているという観点から、まずは DCM ホールディングスに注目してみたいと思います。まあ、株価はですね、もうすでに上がってしまっておりますので、この窓開けしたところを埋めに来るというチャートの修正、まあ急激に上がりますとね、利益確定する人が出てくるので、まあ、窓を開けたところぐらいまでは株価戻ることが多いですよというアノマリーですけども、そちらをですね、参考に、まあ、1200円どころがあればという条件付きで、見てみたいと思います。コード番号 3050DCM ホールディングスですね。今のところですね、PER は連結予想ベースで 14.4 倍、PBR は 1.0 倍、売上高は順調に伸びております。連結単体ともに伸びておりますね。そして一株純利益、こちら単体では伸びているんですけども、出退店の計画がありますので、そうした影響も受けまして、
連結ベースでは103円から88円という状態です。ホームセンター北海道関連ということでも取り上げられますね。カーマ、ダイキ、ホーマックが共同で株式店により設立し、三井物産も出資している銘柄ですね。山梨に物流センターを建設という成長軸もあります。さて、7516江南商事ですね。こちらは関西最大手のホームセンターで、経常利益は増収増益、売上高も順調に伸びております。また一株純利益もですね、単体連結ともに伸びております。配当は54円、そして PR は連結予想ベースで 9.7 倍、 PBR は 1.0 倍。チャートはですね、急騰しているイメージですので、過去だいたい3回ぐらいの山をつけた後ですね、3回つけた後調整、まあ利益確定する人が出てきて調整、そしてまた山を登っていって利益確定者が出て調整という、そういう繰り返しが見て取れますので、ここもですね、上がってきたらやっぱり調整というねことを期待したいですね。なので高いところを掴まない用心をしつつ、コード番号7516江南商事に注目してみてはどうかなと思います。配当54円、そして9903関石もありますね。関石はホームセンター中堅どころ、東日本中心に店舗展開をしております。アウトドア専門店というそういうものもありますよね。で、アウトドアと言いますとね、昭和一桁時代の方たち、まあ非常に年収が多かった方たちですよね。この方たち、コロナが流行るとですね、別荘に逃げていかれますね。うちのマンションにも2組3組ぐらいそういう方たちがいらっしゃいまして、車がないのですぐわかるんですけどね、コロナが都心で流行ってきますと別荘に逃げるという、そういう生活スタイルを送っている方もいらっしゃいますね。そういった方たちは人が少ない軽井沢とか伊豆ですとかでゆっくりとアウトドア生活を楽しんでいらっしゃると思いますね。そうした需要から9903関石も注目しておきたいと思いますね。まあ、ただし、一株純利益が単体、連結ともに若干減ってますので、その点は、考えたいですね。そして、この気になる、木村淑子の気になる銘柄でですね、コメントをくださっている投資家さんの中には、もうかねてよりアース製薬だとおっしゃっている方いらっしゃったんですけども、お見事でした。6月30日は8460円。素晴らしい成果を上げられましたね。まあ、夏場ゴキブリが出てきたり蚊がいっぱい出てきたりということで、どうしても衛生感覚からすると害虫駆除ということに頭が向きますよね。まあ、夏活躍する銘柄を夏に仕込むとね、高値掴みになることがあるので、まあ、このアース製薬の展開を見つつ、また季節が落ち着いたら仕込んでみるという、そういう参考例にさせていただきたいと思います。アース製薬をずっとなんかね、ご自身のコメントで書かれてあった投資家さん、大変お目が高かったですね。おめでとうございました。また大株主リストを見ますとですね、アース製薬というのは大塚製薬工場、それから、大塚化学、大塚色が強いんですね。まあ、こうした銘柄、またね、季節が巡ってくると高くなるという習性を覚えておきたいと思います。そして買いやすい値段帯といいますと、9438MTI ですね。生活情報をスマホなどのコンテンツで配信してくれるという会社ですね。私、この気になる銘柄で、取り上げたことあるかと思いますけれども、まだ株価はね、買いやすい値段帯ですね。上がったといっても700円台ですね。600円台があればという条件付きで注目してみてはどうかなと思いますね。MTI のビジネスの一つにヘルスケア系情報サービスとしまして、生活者と健診機関をつなぐ健診総合アプリなどもありますので、コロナ第2波第3波で注目される可能性高いと思います。さて、最後は4488の AI インサイド。まあね、3万3000円っていうのは高いですから、単位株100株で買いますと大変な費用が必要ですので、まあ、ネットで1株だけ3万3000円で買うというのが安全だと思いますけどね。まあ、こうした会社は何が面白いかと言いますと、意外な大株主の名前が大株主リストにある点ですね。アクサ生命、
ユーテック。すいませんね、今ね、ちょっと工事してまして、申し訳ないです。工事音が入っておりますけどね。レオパレス21が 1.2 点 3.4 番目の株主さんにいらっしゃるんですよ。まあね、あのレオパレスさん業績に課題がありましたから、投資先の AI インサイドの株価展開よろしきを得て、ほっと胸を脅している経営陣の方もいらっしゃるのではないでしょうか。というわけで、生活周り関連株、巣ごもり関連とも言えると思いますけども、こうした銘柄群から気になる銘柄を見つけてみても、楽しいかなと思いましたね。さあ、あっという間に週末ですね。私はまだまだ老人宅をお掃除してます。一軒家は本当に大変ですね。まあ、一軒家にお住まいの方、いろんな知恵をまた教えてくださいね。それでは、良い週末をお過ごしください。さて、いかがでしたか？木村よしこの気になる銘柄、毎週月曜日から金曜日に更新しております。また、月の初めの1日正午には、月刊木村よしこ、そして月に2回、木村よしこの経済都市伝説で面白いお話を見つけてきてはお話ししております。ぜひチャンネル登録の上ご視聴のほどお願いいたします。それではまた明日。